柵的なやつがリージョンだっけ、走り方。最初とランプ、いやランプキンってどうなんだろう、使いこなせるのかな。このキラーなんか建物弱いんだよな、このキラー。このね、よし、一発目切れた、でかい。一発目切れた場合はトラッパーは先投げなんで、ほらトラッパーは先投げするとこうやって探知してくれて、あとは挟み撃ち。チェス時間が長いからしてあげると、まあ、だんだん逃げ道がなくなって弾が取れる、このキラーは。いいね。次いらない子だ。ブライト、ブライト、次ブライト。あ、ブライトはもう適当に使いたいから勝手に蹴ってもらおうか。で次看守、ドクターはチェイスポジションで使える。だから距離詰めて、あーこれ切れそうやな、普通に。単純にお楽しみがいいね。さあ、そうブライトは雑用係です。次これ、これリージョンか。リージョンはチェイスポジションに到達してから使わないとほぼほぼ意味がない。まあこれは一発切れるから切って、これはチェイスポジション来たら飛ん出ししてあげると、だいたいちょん出しで索敵範囲入るから、まあ、これでもうダウン確定やね。リージョン、でブライトがそのね、ちょん出し使えない理由が、ちょん出しとか先送りが使えない理由が、時間が短すぎて、チェイス時間がほぼほぼ使うメリットがないんだよね。逃げられちゃう。これは先、先投げ、先投げしてあげると、あ、強っ、マジか。えは、うまっ、なやそれ、えは、うまい。だからこいつ意外とお楽しみ強いかもね。先投げ戦法が使えるからお楽しみいいかもしれない。あ、次リージョンはチェイスポジションに到達してからちょん出し、これで逃げ道がなくなって一発切れる。でトラッパーは先投げね。でこれで出る。お楽しみいいな。こいつお楽しみか。そう、このね、このね、ブライトちゃんがね、例えばなんだけど、先投げするじゃん。で、探知するじゃん。
じゃあこれトラッパーとのなぜ違うかっていうと、追いつけないんだよね。チェイス時間が短すぎて、ほら、ほら、こういうことになるの。同じ先投げでもトラッパーとこのブライトの違いっていうのは、チェイス時間が短いからダメージに繋がらないんだよね。だから同じ使い方ができない。他のやつで先投げやっちゃうと、まっすぐ走るだけでチェイスが切れちゃうんだよね。だから先投げ使えるのはトラッパーだけ。でこの鍵のやつ、こいつリージョンなんだけど、でこいつ以外でちょん出しをしちゃうと、そもそも索敵に入らないから、他の2体ではちょん出しができない。あれどこ行ったこれ、お楽しみ強っ、お楽しみが強い。それぞれね、メリットデメリットがあるからね、そこをちゃんと理解して使わないと、能力を使うだけ無駄になっちゃう。あ、今回はこれリージョンだから、チェイスポジション行くまでこう我慢する、能力を使うの。能力使うの我慢して、ちょん出ししてあげると、この人だったら索敵がでかいからさ、こうやって、ほら、ちょん出しで索敵に入ってくれる。これを他のやつでやっちゃうと、索敵がちっちゃいからちょん出ししても距離離されちゃったりとか。なかなかうまく使えてるんじゃないでしょうか。ないと、あとハッチや、あとハッチや、あったあったあった、やば、外が騒がしい外が騒がしい。お楽しみいいな、めっちゃ相性いいわ。まあトークンたまればなんだけど、初手でお伏せとか見つけちゃったらちょっと辛いか。あれこいつ走り方リージョンじゃねえな。あ、え、でも追いかけたらリージョンだよねこれ、確か追いかけたら走り方リージョンだよね。でこいつはトラッパーですまあクラウンでもワンチャンありか、クラウンでもワンチャンありだから、こいつはトラッパーだな。でこいつがブライトです、足が速いから足速いからブライトです。まあ見た目は全然ブライトちゃうけどな、忍者。
GG や。